ウィンハート有松は、愛知県名古屋市緑区鳴海町和田有松浦にある、市街地再開発事業で作られたビルである。ウィンハート有松は、有松駅前第一種市街地再開発事業として、名鉄名古屋本線、有松駅北口で行われた、市街地再開発で建設されたビルで、合わせて、バスターミナルを含む駅前広場整備も行われている。法定再開発は、 行政負担で行う名古屋市の方針もあり、総事業費約292億円は全額名古屋市が負担して建設された。当初はマイカルが子会社のマイカル総合開発名義で商業棟の大半を取得し、敷地も共有も地分の取得を行う契約が交わされて着工した。しかし、 2001年10月のマイカルの破綻を受けて2002年1月21日にマイカル総合開発が会社構成法第103条1項に基づき事業三角契約を解除を申し入れたことからこの計画は破綻し2002年3月末に再開発ビル建築工事中断することになったその後破綻前に土地代約37億6 6 0万円を 支払い済みだったことから、単純な契約解除とはならず、2002年12月に、厚生会社マイカル総合開発が、商業保留床の一部を取得する、旨の合意確認書を、同社管財人、岡田元也と一旦締結したが、同月のうちに再建を支援するような、だ、商業施設を賃貸の上出店、営業する、旨の合意確認書に切り替わり、建設再開にこぎつけた。 しかし、こうした契約の変更により当初計画した商業胸の保留床売却は頓挫することになった。その結果、名古屋市が商業胸の保留床を取得して、イオンとの契約は20年だが、賃貸で50年で回収するという計画に変更になり、 2008年年度末時点で保留床5821平方メートルのうち未売却が約70%の35813平方メートルを占める状況となっている。この点について、平成20年度の市の監査は、保留床売却損を最小限に抑え、また事務費などの経費が増加するのを防ぐために、早期に保留床を売却処分するよう求めており、 その取り扱いを問題視している。また、商業棟のみでなく住宅棟の1階部分は、未処分であるだけでなく、賃貸での入居者もいない状態でオープンして、開業後にも事業者を募集している。有松駅の年間乗降客200万人が、急行も停車するようになり、年間1300万人と、平成20年の文京区議会。 建設委員会視察には回答しているほか、2010年7月30日の名古屋市議会で再開発の効果についての質問に対し、名古屋市の住宅都市局長は、名鉄有松駅の乗降客数が平成17年4月から11月は前年比約9%増と、名鉄本線の他の主要駅の平均約増よりも高いとして、 再開発の効果があったとしている。しかし、同じ回答の中で、イオン有松ショッピングセンターでオープンから1年近くで、一部の飲食店の入れ替わりなどが生じていることを認めているほか、住宅棟の1階が未定であることも認めており、経営的に苦戦していることが明らかになっている。また、こうした経営問題に関しては、市は積極的な関与は行わず、 管理組合に主体性を持って、運営を任せる仕組みとなっているとして、管理組合や、イオン側に委ねており、実務としてはイオンが空き店舗を含む、商業施設部分すべてを管理している。昭和50年代で、商店街が事実上消滅したため、地権者として、再開発ビルの一部を保有しているケース10件ある、ものの出店はしておらず、 地元商店街の店舗は存在していない。そのため結果的に4のみが商業機能を果たしている。名鉄名古屋本線、有松駅に、有松駅前第一種市街地再開発事業の一環で建設されたバスターミナルなどのある広さ3949平方メートルの駅前広場である。 歩行者の安全を確保するため、ウィンハート有松と有松駅を結ぶペデストリアンレッキや地下通路も合わせて整備された。2006年3月8日の名古屋市議会で2005年に名鉄バスが赤字を理由に撤退したため、名古屋市営バスのみの乗り入れとなっていることが問題視されたが、名古屋市の住宅都市局長は名古屋市営バスの路線拡充を図ることで対応するとしている。 現在は名古屋市営バスが名鉄有松バス停として乗り入れている。有松駅前第一種市街地再開発事業の一環として下記の道路や公園が整備された。ありがとうございます。